初めから話しましょう。イエスに会った時？いいえ、イエスの話を理解するには最初の最初から話さなくてはいけないわ。聖書にはこう書いてあるの。はじめに神は地球とすべての植物、動物、鳥、海の生物を作られた。土から最初の男を作り、花に命の息を吹き込まれた。最初の男はアダムと呼ばれた。神は言われた。男が一人でいるのは良くない。ふさわしい伴侶を作り助けてやろう。神はアダムの肋骨を一本取り、そこからイブという名の女を作られた。支配するための頭からではなく、産みつけられるための足からでもなく、彼と対等に腕に守られ、ハートの近くで愛されるために脇から作られた。神の愛は神の姿を反映する男と女を神と調和して暮らすよう作られた。すべての創造物を共に支配する地位も与えた。アダムとイブは神と一緒に暮らす美しいエデンの園を与えられた。神は彼らと共に歩き話した。苦しみも抑圧も死もなかった。神はアダムに言った。園のどの木から実を食べてもよいが、善悪の木だけはいけない。その実を食べればお前は死ぬ。